あ。こんばんは。ただいま。ドナルドさん、1番、ありがとうございます。はや。大将さん、ありがとうございます。明日はサザエさん歌うのかな。あの即興サザエさんすごくない？かいちゃんの何でも弾いてくれる、本当にすごい。あきやん、しんいち、もくさん、ブラッチありがとう。ゆっきーさん、フジモンさん、おがこさん、のりたま、ありがとう、ありがとうございます。いや、終わった。にじいろさん、キラ、野良犬さん、ハムちゃん、ノブシャン、グッチ、ペクポワさん、シロさん、コバキンさん、非常食で備蓄のサバ缶の賞味期限が4月で切れてて食べるか迷ってるけど、4月か。なんか中を見てみたりとか匂いを嗅いでみたりとかして、いけそうなら食べてもいいじゃん。4月か、3ヶ月ぐらい。アダさん、ローマ字のユッキーさん、お、初見ミクさん、よっこらしょ、ヤックン、ワンガンさん、おお、明日よろしくお願いします。あ、テロップ書いとこかな。明日は渋谷ライブ。よし、ヨッチさん、ドナルドさん、サクラタイガーさん、コシさん、マーク2さん、クエポンさん、ダイクさん、スエさん、ありがとう、ミノールさん、メリーさん、ジュンヤさん、ブレイブさん、リュウ、ローマ字のマサさん、ありがとう、ジーさん、アマトーさん、ありがとうございます。終わったよ、リハーサル。ユッキーさん、ハートありがとう。テックさん、おかきさん、かずき、ありがとう。ローマ字のヨシさん、ありがとうございます。リハ終わりました。今日はね、ほんとお昼から始めてたからね、うん、7時間ぐらいだっけ、リハしてましたね。今日は1日リハでした。虹色さん、明日楽しみだね。私もです、ありがとう。ピルクル、野菜炒めさん、ありがとうございます。ぶっかけうどんいいな。暑かったね今日。まあでも、おとといより暑くないかったかなって感じやったけど。ブラッチ、ビーチボール、ありがとう。カズキ、レインボースター、ありがとう。カモシカさん、ただいま。ナノハさん、こんばんは。ミーシャンさん、ありがとう。あ、ヨッチさん、会いたい。会いたい。ヒコボシの、ありがとう。ガックンさん、ありがとうございます。ロッピーさん、戦場、何？戦場交代って。何が来るん？それ。AKA さん、ありがとう。ももさん、ローマ字のゆうたさん、ゆきさん、プチありがとう。ひーちゃん、ひーちゃん、しろくまさん、海道線五郎さん、ローマ字ののりさん、暑さで溶けてますって。それなぁ。私は今日、ネットでですが、新しい日傘を買ってさ、届いたんですよ。さっき開けたばっかりなんだけど、見て。可愛くない？なんかリボンがついて、これがね、思ったよりめちゃくちゃ重くて、多分重さの原因はなんかこの取っ手がさ、なんかね、すごいな、これボタンでなんか開くようになってて、どうやって開くのこれ、これ開いたら開くのかな、どうやって開くのこれよくわからないけど
開かないんだけど。怖。明日使えるかなこれ。ちゃんと。こうすごい立派そうなんだけど。めっちゃ立派そうな傘。これがね、めちゃくちゃ普通の傘ぐらいは重たいよね。コバッチさんありがとう。花からさん、キユーさんありがとう。ヤマピーこんばんは。午後休とって、あ、見に来てサザエさんバンド待ってます。午後休か。花からさん、いや言ったか。ヒロポンさん一周ありがとうございます。いや、ロッピーさん、そう、飲み物とかもね、なんかちょっと過ぎてても未開封ならいいかってなるよね。堀さん楽しみだね、ありがとう。カタカナのシュウさんありがとう。ユキさんプチ、ストリートくんありがとう。あ、カズキ聞いたことある気がする。鳥さんを買いましたって。文鳥なのって。だからあのアバターが鳥なの、カズキ。え、かわいいね。ひーちゃん短冊ありがとう。お、猫ぷ、明日に向けて気持ちを高めております。素晴らしい、ありがとう。何をしてるの。ドラムのひなさんかわいいですね。ソジャロめっちゃかわいいよ、ほんとに。ひなちゃん、ひなちゃん言ってみんなで言ってます。明日ね、後ろで演奏してくれるドラムの子がひなちゃんって言うんです。同じひなちゃん、お若い。しかもナビちゃんありがとう。サカピーさんありがとうございます。ありがとね。トゲありがとうございます。今夜もありがとう。マスオさんで対抗、あ、今日のやつ。サカピーさんありがとね。ミミックさんありがとうございます。コロボ、東京大地震に備えて水や食料備蓄してるなり。水はね、あの置いてるんだけど、大きいやつ使わないようにこう置いてるんだけど、食料とかがいるよな。ごえもんさん、白夜さんありがとうございます。なのはさん、プチありがとう。うらしゃん、さのまるさん、ジョモありがとう。ローマ字のユータさん、ビーチボールバシンありがとう。きなこいさん、あ、ありがとうございます。グッズもらって見に来てくれるんだ、ありがとう。ローマ字のユータさん、楽しみ、ありがとう、嬉しい。きらぶんたさん、ひらさん、ひろゆきさん、さんありがとうございます。ひでまろさんありがとう。たかほしハートさんありがとう。え、明日の松山は雨、東京は曇りだって。東京ギリ降らないといいな。デメキンさんありがとう。よっちさんかわいい、ありがとうございます。ブラッチセミありがとう。明日食券の、ありがとうございます。職場の方連れてきてくれるんだって、ブラッチ。キラプチありがとう。ひなほ熱中症対策してる。何、コンビニに売ってるアイススラリーって知ってるって。アイススラリー、なんだろうそれ、冷たそうだね。堀さんカウントありがとう。今日あやちーさんの勉強で、あ、そうなんだ。そうよ、行ってくるって言ってたよね。どんなこと学んだの。ねるさんかわいいやろ、この日傘。ねるさんの日傘はどんなんだい。ぴょこぴょこにんさん、プライベートジェットさんありがとうございます。フジモンさん、二シュートカウントありがとうございます。長さ調節、そうそう、いや多分だけど、これ開いたらこうなるようになってる。
かな。硬すぎてね、こうは開からんわ。ピンさん、ひらがなのありがとうございます。ボタンで開くし、ボタンで閉じるやつ。そうやね、開くのは多分そうだと思うんだけど、開くんじゃなくてさ、こう縦にこう長さをこう調節したいんだけど、それがね、無理っていう。なんか謎の紐がさ、ついてて、これで引っ張ってよってことかな。えのさんさん、ありがとうございます。え、嘘、かずき、これの黒バージョン持ってます？え、まずこれ黒があったんだ。なんか白しか見つけられなかった。ひろくん、お帰りなさい。お疲れ様。えのさんさん、ハートありがとうございます。いや、結構ごついのよ、この傘。のりたま、ビーチボールありがとう。バンクーバーさん、ありがとうございます。健康診断の山ピ、ちゃんと健康な体でおいでやす。ひろくん、ありがとう。ライブできます。え、熱ー。のりさん、愛知36度だって。それはやばい、熱すぎる。リルルさん、ヘボーさんかね。ようちゃん、ありがとうございます。そうだね、東京ライブ前夜祭やで今日は。伊藤ちゃん、ありがとう。大将さん、セミありがとうございます。たくさん、おお、来てくれるんや、明日。ありがとう、楽しみです。オッキーさん、ありがとうございます。最近寝落ちしてくれませんでしたって。ああ、そう、最近遅かったもんね。お、ありがとう。松山来てくれるんだ、ありがとうございます。え、ヤマピー乗り過ごしてるやん、それ。ひろくん、おやすみ、ありがとう。今週、あ、コーギーさん、日曜日のライブ来てくれるの、ありがとう。9日だね、ありがとうございます。サクサクさん、ありがとうございます。明日のライブ楽しみです。ローマ字のヨシさん、会いたい、ありがとうございます。お、35度だって、奈良も。奈良暑。キング翼さん、ありがとう。新一カウントありがとうございます。行ってきます、明日のライブ。まみちゃん、プッチありがとうございます。ひなほちゃんのこと、人として本当に大好きだなとしみじみ思ってました、ありがとう。孫を見守る気持ち、孫ですか。まみちゃんは仙人なのか。ひなちゃんは可愛い男子なり。ひなちゃんはね、可愛い女子だよ。おなご。もくさん、お疲れ。10個もありがとうございます。あら、嬉しい。あー、なのはさん、わー、そうなんだ、それおめでとうだ。ヘルニア手術して1年が経って、今日で通院がやっと終わったんだって。おめでとうだ、それ。もくさん、お疲れ。10個もありがとう。あ、短冊もくれてる、ありがとうございます。フォングさん、ありがとう。あっくん、ハートありがとう。レッドカードさん、ビーチボール。宮崎のおじちゃんさん、いらっしゃい。お、堀さん、プチありがとう。勉強会来てた方に明日のライブの話したら興味持ってくれたの嬉しかった。え、それはこちらも嬉しいです、ありがとう。伊藤ちゃん、プチありがとう。きょん、トナルドさん、2シュートカウントありがとう。パパタソさん、いらっしゃい。ノブちゃん、フルありがとう。え、早いね。お供の代わりに持ってくる傘できた。あ
そう、一回あったの。そうよ、今回も日傘紹介、今回ちゃんとした日傘紹介だけど、ちょっとたまに持ってきちゃうかもしれない、間違えて。金ちゃんさん、ありがとうございます。スエさん、プチ、ありがとう。愛媛 2days 参加のめど、あ、本当？ありがとうございます。嬉しいな。あ、青い夏歌いたいな。嬉しい。ちとむんさん、こんばんは、ありがとう。何孝太郎さん、怖い。会社の朝礼で上司からとんでもないことが発表されたって。ポップマスターさん、カリタン、ひめみきゃんさん、ありがとう。それは本当に一大事じゃ。孝太郎さん、同僚が山でそうなんだって。え、ナウで？ユキーさん、セミ、ありがとう。ユキーさん、サトシさん、ありがとうございます。ありがとう。毎日暑いね。嬉しい。伊藤ちゃん、お、流れ星、ありがとう。それ短冊のやつかな。ありがとう。甘藤さん、セミ、ありがとう。明日は、お供集めからのアナ雪のミュージカル行くんだ。いいな。ライブありがとう。すごいね、もう一日、丸一日なんかあるじゃん。ちさとちゃん、ありがとうございます。ありがとう。今日も持ってきたよって。おかえり TT プラスさん、ひでゆきさん、フル、ありがとうございます。いや、嬉しい、そう言ってくれて。明日を描くために、未来へと別れ道を歩いてく。ありがとう。今朝6時に起きたら部屋の中31度だった。え、6時の時点でそんな暑かったの？いや、わかる。最近暑くてさ、朝起きるんだけど、アラームより前に起きてる、暑すぎて。セキセイインコちゃんか、このアバターは。そうなのか、カズキ。インコちゃんはあれか、おしゃべりしてくれるのか。最近ダイエットのためにございますに合わせて室内でできる運動してるだって。ビリーズブートみたいにしてくれてるってこと、ございますで。なんか虹いただいたぞ。ありがとう、虹。誰だろう。ポップマスターさん、明日お待ちしてます。ありがとう。その紐を引っ張るとクラッカーになります、この日傘のこれ。ハッピーすぎるやろ、この日傘。そうだとしたら、おめでたい傘だぜ。私も先日東京でお高そうな傘買いました。え、どんな傘なんですか？それお高いんでしょ、ちさとちゃん。アントワヌさん、こんばんは。サザエさん歌わなくていいので踊ってくださいだって。うわ、どんなんだっけな、サザエさん。でちょっとトゥルトゥトゥ、追っかけて。もうあれほどシュールな動画はないよね。私史上一番シュールな動画を出したわ。伊藤ちゃん、ハート、ありがとうございます。ソロになってからの1年を振り返りながら特典会のイメトレをして気持ちを高めていた。5枚じゃ足りないだって。あら、嬉しいことを言ってくれてありがとう。すごい高めてくれとるな。ブラッチフル、ありがとう。ブラッチ、明日楽しみすぎてお仕事休みにしました。ありがとうございます。その職場の方と、ありがとね。まみちゃん、セミ、ありがとうございます。言えたらでいいんだけど、9日はひなほちゃんもライブ以外何かするのかな。あ、なん
かね、あの噂によればトークショーがあるとかって聞いたんだけど、私もねよくねちょっと知ってなくて、ライブ以外になんかトークショーがあるよみたいなちょっと聞いてたんだけど、それはでもか載ってた、どっかに、どうなんだろう。ティーヤカさんありがとうございます。サンバリア100って日傘で白地に黄色の四角が、あ、おしゃれだね、かわいいじゃん。エルさん、フジモンさん、グッチフルありがとうございます。ありがとう、ヨウちゃんカウントありがとう。今日の T シャツはね薄緑みたいな感じ、これいただいた T シャツ、これかわいくない、めちゃくちゃ文字がねすごい可愛いのよ。これあのお店がサエピーさんのブランド、村瀬さえさんいただきました、ファンの方に。ヨッピーさんフルありがとうございます。待って、清志郎ゆきさんかな、こんばんは、ありがとうございます。清浄ゆきさんかな、坊主さんありがとう、まー、あ、ちゃんいらっしゃい、なのはさんカウントありがとうございます。どのーなのはどの、ゴンちゃんありがとう、とろけるさん、プチジョーロさんいらっしゃい、ありがとう、ひでゆきさんビーチボールありがとう、かりたんカウントありがとう、ブラッチ花束、ぱ、はさ、じゅんこもありがとう、すごい、伊藤ちゃん、ラブレター、ありがとう、大将さん、フルありがとうございます。明日は楽しんでね、近くにいるけど、あ、そうなんだ、ファイト、仕事。夢見るだけじゃ叶わない、希望持ち走り出そう、今から進む新しい私へ。へい、いってらっしゃい。そうなのよ、かずき、またいつかお会いしたいわ、かずきと。明日ライブなのよ。マサ31さんこんばんは、あ、ありがとう、明日楽しみです。もちもち、あ、ローマ字のまこさんありがとうございます。トキキさんいらっしゃい、のりさんそう言ってくれて嬉しいです。明日もファイト。花からさんフル、ありがとう花からさん。え、ねるさんめちゃくちゃいい番号じゃない、8番だったよって、整理番号めっちゃ前の方で。そうよ、にじろさん、ちゃんと私は覚えております。きなこちゃん7月5日誕生日なので、明日誕生日なのよ、きなこちゃん。ちょうどライブ、渋谷ライブの日に、この我が愛するきなこの6歳、早い、きなこ早いね、きなこ6歳になるんですか、早いわ本当に。新しいお家には馴染んでるのかな。まあそろそろね、愛媛ライブもあるということで、きなこにあの会えるので、おめでとう言いに行くわ。もうちょいだな、誕生日。しゅうさんフルありがとうございます。カタカナのしゅうさん、ローマ、あ、間違えた、チェンさんこんばんは、ありがとう。あ、のりさんもぜひぜひライブまた来てくれたら嬉しい。ハムちゃんフル、ありがとうハムちゃん。86さんありがとうね。コラボ、あ、これなんか昨日も質問もらったんだけど、これはスピーカーだよ、ソニーのね、グラススピーカーみたいな名前だった、めっちゃおしゃれ、これ
真っ暗、部屋を真っ暗にしてね、これだけつけてるとすっごいね、あの部屋がいい雰囲気になる。火の明かりみたいな。ティアカさん、カウントとプチありがとう。まさまささん、こんばんは。昨日と今日岡山に出張。え、お疲れ様。岡山暑かった。千葉さん、ありがとうございます。ユージさん、ありがとう。イナチさん、ありがとう。ローマ字のマサさん、フル、ありがとう。今日も、あー、堀さん、あの牛だわ。牛、ありがとうございます。わーい、堀さん、ピルクルフル、ありがとう。ピルクル、嬉しい。ナノハさん、セミ、ありがとう、ありがとうございます。きなこみさん、気をつけるわ。カウントありがとう。明日のライブが、ライブのマイクが日傘になってないようにってことね。気をつけていくわ。菜の葉さん、セミ、ありがとうございます。今日もわーい。あ、花からさん、ありがとうございます。おやす、おやすみ。あ、お疲れ、ありがとう。ツバイ姫の翌日はね、あの対バン、いろんな方とあの同じ場所でライブさせていただくよ。コロポ、新一フル、ありがとうございます。新一わーい。ひろさまさん、こんばんちゃ、ありがとう。ひでゆきさん、音符、ありがとうね。まみちゃん、フル、ありがとうございます。ありがとう、楽しんできます。明日愛媛では会えるんだよね。よこぽんさん、セミ、ありがとうございます。名古屋は猛暑日で溶けそうでした。だって、あ、なんか昨日も、ん、昨日までいたよね。名古屋やばかったよね、本当に。今日も暑かったんだ。おかむさん、お、こんばんは、にょろー、こんばんは、にょろー。ペガサさん、ハート、ありがとう。なのはさん、会いたい、ありがとう、会いたい。あ、みなとくさんか、虹いただいてたの、こんばんは。虹、ありがとうございます。あら、嬉しい。はい、むぎさん、ともちんさん、ありがとう。お、伊藤ちゃん、大阪暑かった。いや、関西の方みんな暑いって言ってるな。みなとくさん、あ、牛もくれてる、ありがとうございます。牛、みなとくさん、レインボースター、ありがとうね。あ、尊い、ありがとうございます。あ、ローマ字のよしさん、あのカニの砂のお城、ありがとう、嬉しい。福ちゃん、こんばんは。おー、あ、でも偉い、ちゃんとね、水分忘れずに取らないとね。2リットルは取った、だって。ローマ字のよしさん、ありがとう。ツイッターの写真載せようと思って、なんか見返してて、名古屋にいた時にめちゃくちゃ暑くて、暑すぎて撮った写真。シャラクさん、岡さん、ありがとう。竹山みっちゃん、フル、ありがとうございます。すごい、かずき、セキセイちゃんはおしゃべりするインコなんだ。文鳥はスズメの仲間なので。あ、なるほどね。あ、そういうことか。スズメもね、そう、確かにおしゃべりしないもんね。かわいいね。ワッキーさん、おかえり、ありがとうございます。タラコさん、いらっしゃい。ちさとちゃん、絶対かわいいやん。私も迷ったんよ、そのレースの傘、レースの日傘にするか普通のシンプルなやつにするか悩んで。レースのやつもめっちゃかわいいよね。お揃い買いたい、本当？これね、ネットでたまたま見つけたから、この名前とかがよくわからんくて。あ、す、あ、まだこれ撮ってないからさ、書いてた。スフォームってとこ、スフォーム、スフォームかな、スフォームってとこの日傘。スコールさん、プチ、ありがとうございます。今日も一つです。今日は一つ、ありがとう。
タラコさん1ヶ月ぶり？ありがとうございます。本当？虹色さんハートありがとうございます。妹のひなちゃんはドラマです。妹になっとるやん、ミノールさん。そう、ひなちゃん今回演奏してくださる、ひなちゃんドラマーです。ブラッチありがとう。職場の方、スイカさん、セミありがとうございます。明日のライブ、あ、そうなの、ありがとうございます。飲み会抜け出し参加してくれるんだって、ありがとう。おかきさん5番ありがとうございます。おかさんおやすみ。かんちゃんフルありがとう。かんちゃん今日も、みひろさんいらっしゃい。あ、みなとくさん、妹さん、妹さんがいらっしゃるのですね。電話が長引いて参加遅くなった、ありがとうございます。みなとこさん、天使の奥間もありがとうございます。パタ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 、ありがとうございます。あのサザエさんの踊ってみた動画再アップ、熱望してる。なんか、うん、見つけたらじゃあ検討するね。お、しらくさんこんばんは、ありがとう。あ、おかこさんフルありがとうございます。あ、本当ありがとう、楽しみです。初参加って言ってくれたら、明日。あ、そうなの、伊藤ちゃん30日休み取ってたんやけど、よういかんかったって。あの大阪、そうなんじゃ。伊藤ちゃん、のりたーま、ビーチボールありがとう。おがこさん、レインボースターありがとう。メカブンさんいらっしゃい。そうよ、バンクバーさん、トップ目ね、サエピーさん、そうなのよ。お会いできて嬉しかったです。あ、そうか、ポップマスターさん、その時に知ってくださったのか。秀幸さん音符、カノーさんダルマレンジャー、コテ、あ、ミナトクさんミラボーありがとうございます。ミラボー、ヨッチさん流れ星、おがこさんサイリウムありがとうね。ヤマピフルありがとうございます。明日はきなこの誕生日だし、ライブも楽しみにして。本当だね。ライブにはなかなかきなこ来れないかもだけど、きなこを思って歌うわ明日。まみちゃんカウントありがとうございます。運営さんからレッドのキッチン側使って催し物するって言ってた。え、そうなの？それなんか全然聞いてなかった。え、なんかするのかな、なんかするのかしら。ためぞうちゃん、ひらがなののむさん、ありがとう。ひでまろうさん、ハートありがとう。のんびりしたいねんさん、ありがとう。あ、みぽぽさん、フルまでありがとうございます。こんばんは。こしさん、2シュートカウントありがとう。今日も、あ、明日のライブ、よろしくお願いします。来てくれるんだ。伊藤ちゃん、カウント。ありがとう。あ、かのうさん、奥様、フル。ありがとうございます。かのうさん、奥様、だるまレンジャーと。東京ライブは、舞台袖に、魂だけ駆けつけますね。よろしくお願いします。最前センターで、加納さん。ハイティさんいらっしゃい。ニゼロさん会いたい、会いたい、ありがとう。ジュンヤさんフル、今日もありがとうね、ジュンヤさん。おー、大将さん天使の奥間ありがとう、めっちゃいただいてる。ユッチさんトトイトゥトゥイ、ひらがな斉藤さん、カーマインさんこんばんは。お、タラッコさんおめでとう。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear タラコさん。Happy birthday to you.
タラコさんおめでとう。伊藤ちゃんバラありがとうございます。ソータボさん会いたい会いたい、ありがとう。ポブマスターさん、セミありがとうございます。アイスブルーのひとみさん、こんばんは。竹山みつさん、うん、その予定みたい、それ聞いたんだけど、9日のライブは私が最後になるみたいです。ファントムさん、ももたんさん、ありがとうございます。そうそう、ネルさん、なんか人間の1歳分が猫では7歳になるんだって。だから全然年上だよ、きなこの方が。ムラピーさん、フル、ありがとう。ムラピーさん今日も、いや確かに、ようちゃん東京ライブの前日がもうビジホじゃないっていう。いつもはね、あの東京のライブの前の日は絶対にホテル泊まってたからね、あの愛媛いたから。それがねもうないから、なんか不思議だよね。結局その愛媛でも東京でもお家があるって感じだから、ありがたいね。新一、お、ありがとう。流れ星だ、あの七夕の。クラシャンのぶさん、いらっしゃい。お、カリカリベーコンさん、おはよう。ありがとうね、起きてもらって。セミありがとう。あ、ヨシさん、ローマ字のヨシさん、大阪行くよ絶対。ありがとうね、嬉しい。まことさん、ありがとう。アマトーさん、フル、ありがとうございます。ライブ前日緊張している私に、え、緊張してる、アマトーさんありがとう。ひなピンタ、気合いのひなピンタ、なんかディレイかけて、エコーもかけて、ヘイ、みんなびっくりした、これもしかして。ピルクル会いたい、ありがとう。10個もありがとうございます。そういえば魚住さんがひなほさんライブに来られてましたが、何かお話しされた、え、したした、あの魚住さん 裏にいらっしゃったから、本番まではすごいいっぱいお話ししたよ。あの名古屋ライブやろ、そう来てくださったのよ。リュウフル、ありがとう。今日も服の色良き、ありがとう。ひなっぷがブランド立ち上げたら画伯作品の画伯ファンすぎやろリュウプリント T シャツちょっと母に伝えてみるわ。今年この1年を三がやん、それ。この1年顧みて恥じることない足跡、山に残しているタケちゃんだが三がをタケちゃんが作詞せんでよかった、すごいなこれ。嬉しい、嬉しいこと言ってくれてる。これワンガーさん、セミありがとうございます。虹色さん、フルーありがとう。お、ありがとう。明日お楽しみに。なりたい自分はどこか、がむしゃらに探す日々、いつかは輝いて道を照らすよ。へい、ローマ字のおさむさん、ありがとう。ワンガンさん、太鼓の奥間、ありがとう、嬉しい。リュウハート、ありがとうございます。何、明日の特典会で一音プロって何、自慢したら腹立つって。ハラメタルンが一音プロってなんだ。リュウハート、ありがとうございます。
衣やめて、対マンじゃないよ、対バンだよそんな物騒なことしないよ。対マンでここなんか炊いてはね、確か、炊いてって出てないですか？9日の順番とか出てない？なんか噂によれば最後らしいんだけど。ひなまさんはライブの時に飲み物とか置いてあるのかしら？うん、置いてる。夏は特にね、あの途中で飲ましてもらったりするけど、今のところあんまり飲んでないから置いてはいるんだけどね。あのお供紹介みたいにね、今回のツアーは自分のグッズの水筒にお水入れてステージを置いてるんですよ。それ紹介したりしたか。で、伊藤ちゃんありがとう、 TikTok いいねしてくれたの。おはぎさんフルありがとう。おはぎさん嬉しい。コエポンさんフルありがとうございます。待ちに待った東京ライブ、ああ嬉しい、そう言ってくれて。私も楽しみです。愛媛でレッド以外でライブしたいところ、あ、でも3人でね1回やったコミセンの竹山大聖誕祭っていう大きなライブをさせてもらって、それはね、あのもう1回あの場所でライブできたらいいなと思ってるけど、どこでも嬉しいけどね、ライブできたら。11時、あ、本当だ、ありがとうございます。コロボー22時頃は雨予報だって。あ、本当だ、明日ねちょっと遅いんだよねスタートが。22時頃雨予報なんだって、みんな東京。ありがとう、おやすみ。ネコップフル、ありがとうございます。ございますに合わせてひなほちゃんが軽快に踊る動画を投稿するか。何それ、ありがとう。え、何の踊り動画？大文字のけんさんありがとう。日傘って雨傘と兼用にならないの？これはねなるよ。でもね最近のね日傘はね兼用なのよ、本当に兼用ばっかりよ、あの置いてあるのは。はるかさんやっほー、ありがとうございます。スノースノーさんこんばんは。あ、おもじのけんさん8日来てくれるんだ、ありがとう。スランポコいらっしゃい。ベジラさん、ベジラさんありがとう。アブちゃんさんこんばんは。あ、ジャンさん、かおりさんのルームよりカウントありがとうです。頑張ります、明日も。底辺さんフルありがとうございます。お、よろしいよやっくんフルありがとうございます。ございます。だるまりんちゃんもありがとうでございます。三等賞さんフルありがとうございます。明日のライブ楽しみですって、ありがとう、待ってます。さとしさんもフルありがとう。そして輝くウルトラソウル、ファイファイ。ようちゃんフルありがとうございます。ようちゃん明日のライブにサプライズできなこがリモート出演シュールすぎるけど面白そうやな、それ。きなこがリモート出演、なんか大きい画面に映してもらってね。誕生日のきなこを見たいぜ。ルルルルン、ユッキーさんフルありがとうございます。カブトムシ、少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ、あ
し。はい、ありがとう。ようちゃん会いたい、ありがとう。結婚して、ありがとう。のいちさん、やすぽっちさん、ありがとう。9日チケット取ったけど、あ、そうか、そうなのよ。ちょっとね、自分の出番が遅いから、うん、そうだよね。見てくれたら嬉しいんだけど、ありがとう。かずき待っております。まさまささん、レインボースター、すっこさんだね、 SUC さん、ありがとう。あまとうさん、ありがとう、いただきました。おにぎりファンタジーさん、ありがとう。まさまささん、フルかな、フルありがとうございます。嬉しい。あー、もうこー、もう1時間経とうとしてるのに、私のこの耳の中ではずっと BGM かかってたんだけど、めっちゃショック。この1時間私これノリノリでこの BGM に合わせながら話してたかと思うとめっちゃショック。ということで、今から急に BGM 聞こえると思うけどごめんね。ちょっとモード変えてたわ。埼玉さん、いらっしゃい、ありがとうございます。そう、ディレイでね、ディレイとエコーで、さっきはちょっと聞こえるようになってるかな、これこうやってこうやってしてたわけよ。彼も聞こえてなくて、てっこさん会いたい、ありがとう。虹色さん、短冊ありがとうございます。あれ、こうかかってた、大丈夫。虹色さん、あの七夕の流れ星ありがとう。大文字のテストさん、こんばんは。ブレイブさん、フロー、ありがとう。ブレイブさん、明日はひなほさんと参加される方々でライブ楽しんで、お、ありがとうございます。ぜひ竹山曲聴いてね。ありがとう。テックさん会いたい、ありがとう。コシさん、フル、ありがとうございます。ハッピーデイズ。お、リンドンダン、鐘が聞こえたら行くよ、飛び出せ上昇飛機、上昇飛機、ルームに乗って、ゆうじさん、はまこさん、きんにゃんさん、ありがとう。ステージにビールサーバー、それやばいって。ステージにビールサーバーはやばいよ。まさまささん、レインボースター、ありがとう。花からさん、パラありがとうございます。奈良市のじゅんさん、こんばんは。あ、バンクバさん、初めて愛媛来てくれた時か、大生誕。おかむさん、フル、ありがとうございます。今頃キーちゃんドキドキだろうね絶対何にも考えてない、本当に。キーちゃん、キーちゃんはね、猫界の中でもかなりなんか衝動で動くタイプだと思う。なんかあまり考えて動いてないわかんないけどね、話したことないから、キーちゃんと来たこと話したことないかわからんけど、見てたらわかるんよ。猫界の中でもかなりのドジなんよ、きなこは。ファントムさん、会いたい、ありがとう。アントワーヌさん、フル、ありがとうございます。ひなほチャンネルをサイサイチェックして、サザエさんを踊ってると思います。はい私もサイサイチェックしなきゃ
イサイワンデヨ。ヨージさんカウントありがとう。シーチレインボースターありがとうございます。ユキさん本当 DVD たまに見てくれてるの、あら嬉しい。堀さんセミありがとう。魚住さんが撮ってるライブの写真でフォトブックね、そうね、出していただきたい。切実にストリートくん明日だよ。もうまさまささんレインボースターありがとう。大工さんカウントとフルありがとうございます。イエイ、みんな今日も来てくれてありがとうございます。ひなほです。普段歌手活動してて、明日は渋谷エッグマンでライブがあります。来てくれる皆さん気をつけてね。あとはもう残すところツアーが、7月8日の愛媛だけとなりました。明日を除いて。なので、愛媛の分は今チケット発売中なのかしらね。ぜひそちらもお待ちしてます。ただいま武田ひなほの歩くというアルバム、新しい新曲を入れたアルバムが配信されておりますので、ぜひ iTunes などで聴いてね。はちみつさん、若井さんありがとう。おがこさん、サイリウムありがとう。みーぱぱさん、花束ありがとう。だるま、間違えた、バラだ、ありがとうね。ローマ字のマサさん、レインボースターありがとうございます。お、テックさん、ほぼフルありがとう。ほぼフル、明日のライブ行ってくるね。え、ヤマピーめっちゃチケット番号いい、よくない？ありがとう、6番だって。まもなく高速バス、あ、そうなの。甘党さん気をつけてね、おやすみ。そっか、お供は後でって。お供あるよ今日。まー、あ、ちゃんフルありがとうございます。まー、あ、ちゃん何しようかな。おんじくろかわにゃおばさんがござるよ。去年見たよりゃわこござる。これ愛媛の民謡ですね。のりたまさんありがとうございます。あれ、まだ聞こえてない、もしや。あれ、みじもまだ聞こえてないだと、それはちょっとおかしいぞ。じゃ一回つなぎ直すか。行け。今度こそどう？今度こそ行けてるんじゃない？これ行けてなかったら悲しいんだけど。最近さ、このつなぎ目、なんつうんですかね、この変換をね使わなきゃいけないんだけど、変換この子が壊れたの。新しい子を買ったんだけど、この新しい子もなぜかちょっとだけ不安定で、この子よりは全然使えるんだけど、なんかね聞こえなくなってる時あるんですよ。音来た？よかった。しっかりするのよ本当に。君新しい子なんだから。この子もう2、3年ぐらい使っちゃった。毎日2、3年使って。お疲れ様です。もうヨゴヨゴやこれ。さあみんな聞こえた？やっとこの耳、これを聞きながら私は今日お話ししてました。これに乗りながら。まー、あ、ちゃんだるまこて
ありがとうございます。風と海とさん、いらっしゃい。ロンロロンロロン。ペガサーさん、だるまコピー、ありがとう。未来さん、こんばんは、ありがとうございます。え、あ、そうか、ディレイまだ聞けてないんだった、みんな。ディレイね、ずっとやってたんだけど、これをしてたわけ。これ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 、いっぱい拍手が重なるよってこと。これをもうずっとしてた。これ3度目の正直だね。晴れみちさん、いらっしゃい、ありがとう。若井さん、プチ、ありがとうございます。天ぷらあげてたら遅れた、明日はよろしく。天ぷら、え、夜ご飯ですか。まさひろさん、明日はね、渋谷のエッグマンです。エッグマンっていうライブハウス。テックさん、尊い、ありがとうございます。サトピさん、サイさん、こんばんは。ハラメタロフル、バンクバサもフル、ありがとうございます。明日のライブまでにお仕事。あ、ハラメタルのお仕事よ、定時で終われお願いします。定時かどうかわからんけどあのライブまでに。バンクバーさん、ありがとうね。フル、クワノスケさん、いらっしゃい。ローマ字のユイさん、いらっしゃい。ともちゃんさん、こんばんは。ローマ字のマサさん、バラ、ありがとうございます。カタカナカブさん、ありがとう。ローマ字のマサさん、バラ。のりたまさん、サイリウム、ありがとうございます。トゲフルー、ありがとうございます何、トゲのいつものって何、トゲのいつものってなんだっけ。ストリートかタイムテーブル出てない、もしや、もしや出てない。モクさん、フルー、ありがとうございます。ありがとう、モクさん。あ、そうなんだね、ゆいさん、また来てね、ぜひ。スランプくん、一周とカウントありがとう。お、ゆいさん、高速バス中。トラガンマさん、ノーさん、ありがとうございます。来たー。そう、この曲をね、ずっと聴いてた。もうこれもう終わっちゃうね、しかも1時間ぐらいだったんだけど、これこんな軽快な BGM 。ドナルドさん、フル、ありがとうございます。ねえ、3度目の正直。テケテケさん、こんばんは、ありがとう。堀さん、ブラボー、ありがとう、ブラボー。もう甘党さん聞けてないよ、これ本当に、後から見てもらおうシムコップさん、ありがとうございます。ありがとう。プロトンさん、いらっしゃい。KISK さんだ、今日もありがとうございます。のりたま、告知ありがとう。あら、そして本日51名様のフォロー、あら、たくさんいただきありがとうございます。嬉しい。大文字のケンさん、ヤッスンさん、いらっしゃい。とケン6023さんだね。ヤッスンさん、ありがとう。ローマ字のマスさん、レインボースター、ありがとう。あれ、ナノハさんのフル読めんかった、どこに行ったんやろ。プハーフルになります、ありがとう、ナノハさん、ありがとうございます。タツノクラさん、いらっしゃい。あ、スイカさん、ほぼフル、
ありがとうございます、スイカさん、美味しいです。あ、終わっちゃった、この BGM 終わっちゃった。アマトさんのために早めにアーカイブありがとうね。うん、ユッキーさん、リハの動画見てくれたんですか。ありがとうございます。リハ楽しかったです。なんかあっという間でした。ありがとう、のりたま、追いついたね。じゃあちょっとね、お供タイムして終わろうかね。これなんかすっごい気になってたんだけど、このレモン水ゼリーっていうお供、今日はなんかめっちゃ面白くない？レモン水ゼリーってこれ振るのかな、ゼリーなんだよね多分。なんかすごいさ、普通はなんかこの辺とかにあの製造メーカーとか書いてるじゃん、サンガリアとか。何にも書いてないの、ここにもここにも。怪しげな、怪しげな、これどこのだろうか。忍ぶ食品、福島県だ、福島県ね。半個体タイプなのかな。コンビニで売ってたよ、わしはファミマで見つけた。あ、すごい、これ聞こえるかな、ちょっとディレイで。聞こえた？横には書いてあるでしょ。うん、横？この忍ぶ食品かな、唯一この書いてあるのが忍ぶ食品だ。ごめんなんか破裂音かのごとく刺さりました。よし、では皆様お疲れ様、今日もお供ある方乾杯。これあの確かにめちゃくちゃゼリーというかなんだけど、こう詰まることなくスルスルスルって入ってくる。それがまたね、ちょっと匂いは誰かに教えてほしいんだけど、味はね、あの甘い、結構甘い、酸っぱくはないかな、そんなに。うん、ぜひぜひ、これ美味しいよ。私めっちゃ好きだなこれ。なんか結構大容量なんだけど全然いける。これシャインマスカット食べてるの、まさまささん。美味しいよ、めっちゃ。ひろしさん、ありがとう。いや、全然吸わなくてもね、すごい、これ不思議ようちゃん、全然スルスルスルってくるのにめっちゃゼリーなんよ気になる、あれ、あ、果汁、あ、果汁はね 1% だね。いや、やっぱあのかいちゃんがくれたやつがもうね、破壊しに来てたよね、ここを。かいちゃんがくれたあのレモンジュース、果汁40何%とかだから、これ全然甘い感じ。え、堀さん、正常のレモン買ったけど怖くて飲めやって。いや、そんなにあのもう
もう酸っぱすぎてどうにかなるってほどじゃないけど大丈夫、飲んでみて、ぜひ。破壊の回そっちの回やばい、今日もゆっくりしてしまった。よし、ちょっと壇上読むね。竹山の曲かけれるかしら。ドゥッドゥルドゥン、ドゥッドゥルドゥン、ドゥッドゥルドゥン。あれ、難しいかもしれない。今日無理かもしれない。このままランキング読みしようかな。あ、なんかちょっとレモンっぽい BGM 見つけたからこれで読んでいこう。今日もありがとう。13位、まさまささん、ありがとうございます。壇上ありがとう、嬉しい。12位、伊藤ちゃん、ありがとうございます。壇上乗ってくれてありがとう。11位、ワンガンボーイさん、ありがとう。壇上ありがとうございます。10位、虹色さん、やった、ありがとうございます。ありがとう。今日も9位、大将さん、壇上ありがとうございます。ありがとう。8位、ローマ字のマサさん、ありがとうね。今日もたくさんいただきありがとうございます。ラッキーセブン、お、ピルクル、ピルクル、ありがとう、嬉しい。明日はいい日になるぞい。6位、ブラッチー、ありがとう。ブラッチー、壇上ありがとうございます。明日待ってます。5位、堀さん、ありがとう。今日も堀さんありがとうございます。またレモンの感想待ってます。4位、菜の葉さん、ありがとうございます。壇上ありがとう。今日もたくさんいただきありがとう。3位、あぼん、よっちさん、ありがとう。嬉しい、よっちさん、3位です。たくさんいただきありがとうございます。そして2位、あぼん、もくさん、ありがとう。もくさん、2位です。たくさんいただきありがとうございます。いや、そして今日の第1位、あぼん、港区林さん、ありがとうございます。すごい、たくさんいただきありがとうございます。1位です。1881名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローして、また会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとうございます。ということで、今日も一曲歌って終わりたいと思います。ちょっと遅くなっちゃったけど、リクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、スタート。あれ、魚住さん来てくださってるんですか。あら、魚住さん、ありがとうございます。いらっしゃいませ。世界は恋に落ちている、花火ね、花火歌ってみたいよね。眠りにつくかつかないか、シーツの中の瞬間はいつも微笑みのブロマージュ、可愛くてごめん。明日もいいね。アイドルエゴイストさんの曲よろしくだって。え、魚住さん、ありがとうございます。魚住さんからエゴイストさんのリクエストをいただくとは。かくれんぼ、生き物係の桜、乙女のポリシー、心躍る、ガッツだぜ、君煩い、アイドル、さくらんぼ、綿摘みの木、サンガか、サンガ、マサさん、プチありがとうございます。こんばんは。ノーダウトね、ノーダウトいいね。サザエさんライオン、このペンまだね、かろうじて書ける。トゲ、会いたい、ロックンロールは鳴り止まない、恋人になる3日前、ありがとう。ワッキーさん、歌いたいね。
あなた解剖純恋歌ありがとう。花は誰のもの、スイートエモーション、祝福、ドライフラワー、海の声。なべちゃんいらっしゃい、ありがとう。いや、アイドルはね、一回ね、私一人でカラオケ行った時にちょっと歌ってみたんだけど、もう一生無理なくらいは難しくて何回も聴いてるんだけどね、めちゃくちゃ難しい。メフィストね、メフィスト、ハピネス。じゃあ決めようかな。